シュシュッと山頂、高取大輝です。どうもこんにちは。今日はですね、天気がいいので元ブログやってみたいと思います。行き先は御徒町アメ横にあるミリオタの殿堂中田商店に行ってみたいと思います。うわ、天気が素晴らしくいい。シュシュッと元ブログ。そして10月半ばですが、すごく涼しいというよりちょっと寒い。うわ、何これ、警視庁のミサイルみたいなのがあります。わかった、これボートだ、完全にボート。すげえ、なんか船だったのとか。ご苦労様です。空最高に気持ちいいけど風が強すぎる。さあ、この風で声はちゃんと入っているのか。新国立競技場も完全に完成しています。来年には必ずオリンピックが開催されますよ。皆さんで頑張りましょう。風強い。完全に地位停止。現在半蔵門、ここからですね、先日行ってハマりました、というより40年以上前に通っていた中田商店、御徒町アメ横通りにある中田商店ミリタリーショップに向かってみたいと思います。そして私、お、イギリス大使館学園、私 YouTuber 元ブロガーの前にミュージシャンであることを忘れてはならないということで、元ブログを始めるにあたり、行った場所でですね、曲を即興で書いてみようと、そんなこともやってみたいと思います。バイクに乗りながら気分よく鼻歌で曲を作る。意外に鼻歌で曲作ってるんですよね僕。昼にね、窓を開けてみたら、あ、めちゃくちゃ晴れてるじゃんということで、これはさ、元ブログ第1話に最高のうってつけの天気なんじゃないなんて思ってですね、準備をしていたらどんどん日が暮れて、現在もう4時前です。靖国神社の前に撮っております。うわー、なんか怖い。あー、びっくりした。あんまりよそ見をしないように集中安全運転で参りたいと思います。ふぅ、お、九段下。そうね、止まってる時によそ見はしましょうね。走ってる時あんまり気をつけよう、本当に。さあ、今こんな感じ。なんとなく飯田橋方面に行って、これまっすぐでも行けるんだけど、飯田橋方面に行って、東京ドームの方を撮ってみようかななんて考えております。あ、そして、あ、見逃してしまった。大谷は岩尾閣下に今日取られてるうちに武道館が、あ、ちらっと見ます。これ言っていいのかわからないけど、来年も武道館出演いたします。ぜひぜひお楽しみに。超英雄祭、いやー、もうなんかすぐに時間が経っちゃってさ、やっぱりまだまだ全然準備に慣れてないというか、元ブログをやるための、装備をつける、
出てきておりませんね。こんな時間だってだいぶ暗くなってまいりました。もちろんサングラスをかけているからちょっとそういう風に見えるっていうのもあるんだけどさ。おー、後楽園遊園地チードッソー見に行きたいぞ。そして出たいぞ。またほんとね、何日か前かな、今週永田商店に久しぶりに、いやほんと何十年ぶりかの感じで行ったんだけど、そしたらね、ハマっちゃってね、上着と帽子は買ったんだけど、今度は下のパンツまで欲しくなったので、今日はもうそれを買いに行こうと。うわー、この辺久しぶり来たわ。そう、今週来た時はね、電車で行ったんで、バイクで来るのは久しぶりだよ。なんかさ、コードバリバリで、なんかコードごちゃごちゃで、一人で準備するとこんなごちゃごちゃしちゃうのね。すごい。なんか体が配線まみれになってる感じだよ。うむ、これはこっちでも OK なのね。よし。おー、久しぶり。なかなか私にご縁のない秋葉原でございます。ただもちろん秋葉原にも買い物に来てるし行ってるんだけどね、やっぱちょっと敷居が高いような感じがするから、正直そんなに詳しくはないんだ。ただね、 Z 機で路上ライブやったことありますよ。なんかとっても天気がいいだったね、あの日も。あのヨドバシの前あたりでさ、やって、おー、人もたくさん出てる、いい感じ。いいね、秋葉原。いやー、でも本当に詳しくないからちょっと誰かに案内してもらいたいわ、秋葉原は。なんか絶対ディープなさ、それこそミリオタ関係な店もたくさんあるんだよ。誰か案内してくんないかな。めちゃくちゃキョロキョロしてます。青です。いいな、秋葉原の歌もちょっと書きたいな。秋葉原の歌ね。なんかこう、そうだな、設定的に、彼女がめちゃくちゃ秋葉原が好きなんですよ。それで俺ほらやっぱりちょっとなかなか秋葉原詳しくないしわからないじゃん。だからその詳しい彼女にちょっと案内してもらうみたいな。僕にはちょっと敷居が高い。君の好きな秋葉原、僕も好きになりたいな。ああああです。こちらがアンゴ